はい、どうもこんばんは、やすにです。皆様久しぶりにですねカメラのお話をしていこうかなと思うんですけど、皆さん見てください、この映像。今日はですね α7S3 のカラープロファイル、これが PP11 の S シネトーンでございます。ようやくですねアップデートすることができました。僕 Mac 使ってるんですけど、Mac で、ね、OS アップデートするじゃないですか。そしたらね、カメラのアップデートするソフトが Mac の新しいその OS に対応してなくって、ずっとねあれできないなできないなできないなと思ってて、であれ新しい OS できねえじゃんって書いてるじゃんみたいな、そんな感じになりまして、まあ、結局できてないんですけど、できてないんですけど、もうでもどうしてもねアップデートしたくってしたくって、もうどうしようもなかったんで、とりあえずねインターネットカフェに行きましてアップデートしてきました。皆さんいかがでしょうか、この映像、この色味。いつもはですね PP10 ですね、 HDR で撮っています。で2020で撮って、それを709に変換してアップロードしてるような感じなんですけど、今日はもう本当に純粋に PP11、 カラーは正直多分何もいじらないと思います。いじらなくてこの感じ、はい、どんな感じで見えてますでしょうか。ちょっとなんかこうコントラストというか、サイドが落ちたような感じというか、肌色がどんな感じかな。ちょっとおじさんの独り言なんですが、個人的にはブラックレベルっていうのをこうちょっとこうブラックをね持ち上げてちょっと白っぽくしたい人なんですよ。正直白っぽくして白のふわっとした映像にちょっとサイドを強めるみたいな、そういう色味意外と好きなんですけど、なんかこのちょっとシネマチックな S シネトーンというか、いつもあれですHDR といっても HLG2 ですね、 PT2020 で撮ってますね。これが HLG2 ですね、はい。でこっちが、S シネ、これがなんだっけ PP9 の S ログ3、まあ、これはもう完全に眠たい絵になってると思うんですけど、これですね、これ、うわこれいいや。でもこのライトの部分がゼブラ表示でゼブラになっちゃってるんで、まあ、完全に白飛びとかしてると思います。ただ HDR 動画、まあ、HLG で撮ったとしても、まあ、709に変換するので、まあ、この辺はね絶対こう白飛びしちゃうんで、結局一緒のことになってると思うんですけど、まあ、どんな感じで見えてますでしょうか。いつもと違うかな、いい感じで見えてたら嬉しいです。という感じでミニ動画でございました。まあ独り言です。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。